では行きますよ。今週の東京オリンピックニュース。いや、どうしたの？そうでした。ダメダメ。かっこいいね。何？どうしたの？はい、そうなんです。あの今のちょっと今おもてなしも入ってたから、ね、あ、そう、おもてなし。わかりましたか？まあ、東京オリンピックということでおもてなしだったんですが、はい、まあ、先日先取る東京のコーナーでお伝えした携帯電話、うん、ありましたね。はい、などからオリンピックの金メダルを作るプロジェクトなんですけれども、はい、うん、いかがでしたか、お二人。衝撃でしたよ、あの、ね、あの技術は。ね、黒い液体から出てきましたよね。ちょっと来てね。これはインパクトありましたね。もうあのなんか手を入れたくなっちゃう。なんかね、こう取ってみたくなりますよね。そうなんです。ということで、こちらちょっとご覧ください。うん、そうそう、これですよ。はい、こちらの黒い液体から。これね。じわじわとね、こう。金色一面に。これ幻想的ですよ ね。これはあの、はい、早送りしてるわけじゃないんですよね。あ、違うんです、本当にこのスピードで。そうなんですよ、このスピードでしょ。早送りしてるのかと思ったら本当にこうやって出てる、ね、そうなんですよ、はい、こちら携帯電話などの基板に使われている金属をあのような特殊な液体で溶かして、その金だけを、ね、取り出すという最新の技術なんですが、あのこのため の、 その携帯電話を回収しますということをね、はい、先日、ね、ね、はいはい、お伝えしたと思うんですが、うん、その携帯電話の回収が始まったんですよ、うん、いよいよ、はい、うん、で今回ですね、全国に先駆けて回収が始まったのがこちらの東京都庁、うん、大日本庁舎の1階のこちらの回収ボックスで平日の午前9時半から午後5時半まで受け付けているということなんですね。あ、なるほど、はい、で4月以降は NTT ドコモの店舗であったり自治体など全国に活動を広げていくという。いいですよね、これ携帯電話回収ボックスじゃなくてメダル協力ボックスって言われると、ね、やっぱり入れたくな い、ね、入れたくない。しかも何個って実際にこう出るのもね、溜まってる感があって、お問い合わせはなんつって2020だったりする。内線番号ですかそれ。内線番号2020。またですね、このように携帯電話はもちろんなんですが、はい、回収の対象となるのはこちらの製品あるんですね。多いんだよね、こんなにいろいろいいんですか、はい、ね、このように携帯であったりデジカメ、ビデオカメラ、そして携帯音楽プレイヤー、さらには携帯ゲーム機、カーナビ、電子辞書、電卓、付属品など全部で9品目。マスさん、電話だけじゃないんですね。ね、これだけあればいいですね。なんかこう参加しやすいですよね。参加しやすい。ね、マスさんあります？いや、こういうリモコンで結構古くなったのとかあるんじゃないですか。AC アダプターとか。とか。ケーブルとか、ね、これ何のやつだっけっていう。電卓もね、もうちょっとこう色がね薄れてきて見えづらくなってきたやつとかね。あと今結構スマホで写真撮っちゃいますけど、ガラケー時代にはデジカメって結構使ってたから、これは意外と確かにあるかもしれない。ビデオカメもね、これお子さんが大きくなっちゃうとあんまり使わなかったりするから。しかもね、またどんどんこう進化した新製品が出てくるから、いいからね、昔の置いとこってすごく盛り上がってますね、これ今ね、はい、そうシステムすごく画期的なんですが、いいと思います。この家電の回収に参加すると実はあるものがもらえるんです。もらえる、何だと思いますか。ご褒美。はい、ご褒美がいただけます。メダルのなんかレプリカかなんか。ああ、それいいですね、はい、ちっちゃい金メダルチョコみたいな。あ、それもいい。欲しいなそれ、ね、嬉しいですね。なんかちょっとしたやっぱメダルの。そうですね、メダル関係じゃない、はい、そうなんですよね。ただちょっと違うんで、正解はこちら、うん、はい、小池百合子知事からの感謝のメッセージカードがもらえるんですよ。これはどうなんですかね。小池さんが安くが上がってるってことなんですか。いやで、この気になるメッセージの中身なんですが、はいはい、こちら、ご提供いただいた電子機器から貴重な資源である金、銀、銅を回収し、メダル製作に役立ててもらいます。みんなの力で東京2020大会を盛り上げましょう、ということで、これでもどうですか、小池さんのこう声かなんかが今あるじゃないですか。 ありますね。切って開くとこう声で、ね、はい、やってくれたりしたらなんかね、いいかな。それは確かにそうですね。で、でも都知事からメッセージもらえると嬉しいですよね。一緒にやっぱり参加しましょう、一緒に盛り上げましょうっていうことは小池さんずっとおっしゃってますから、そうですね、ね、そういうところでやっぱりこれをもらうと参加してるっていう意識が我々も出ますよね、はい、そうですね、はい、皆さんぜひあの家電など使わないものがあったら、ね、どんどんこう回収ボックスに入れていっていただければと思います。そうですね、今日は、はい、探しましょう早速。はい、東京応援宣言、毎週日曜朝6時30分から放送です。ぜひご覧ください。皆さんも一緒に東京オリンピック応援しましょう。